IG ファルベンの被告人たちを前に裁判を開始する、検事団長、テリフォード・テイラー。アウシュビッツ第三強制収容所の受刑者たちが、IG ファルベンの貨物列車からセメントを下ろしている、写真。裁判で証拠として使用された。アメリカ合衆国隊、カール・クラウフ他は、ニュルンベルク裁判の後に、旧ナチスドイツ領のアメリカ合衆国占領区で、 行われた12件の戦争犯罪裁判の一つである。IG ファルベンは、ナチスと提携した民間の科学メーカーで、アウシュビッツの収容者に強制労働をさせ、数百万人のヨーロッパ系ユダヤ人を、ホロコーストの形で大量虐殺するための追、クロンビーを製造した。IG ファルベン裁判を含む12の裁判は、米国軍事裁判所によって行われた裁判で、 国際軍事裁判所の裁判ではなかったものの、同じニュルンベルクの司法軍で行われた。正式には、ニュルンベルク軍事審議会による戦争犯罪人裁判であるが、ニュルンベルク継続裁判と通称される。この裁判は、IG ファルベンのナチス政権下での犯罪に対するもので、ナチスドイツで指導的な立場にあった実業家に関する3件の裁判中の2つ目である。 被告人は、みイ IG ファルベンの役員である。IG ファルベンは、ドイツ科学産業における巨大コングロマリットで、すでに第一次世界大戦においても重要な役割を、担っていた。窒素固定法ハーバー、ボッシュ法を考案したことでチリとの硝酸ジオ貿易が、不要なものとなり、IG ファルベンは、農業用肥料に使用される、硝酸ジオ同位体及び、 窒素の製造許可を受けたなどの爆発物質の重要な蘇生要素である。第二次世界大戦の時には IG ファルベンが45%を出資するデゲッシュ社がチクロンビーの特許を所有しており、ナチスはこのチクロンビーを強制収容所で使用した。IG ファルベンはまた石炭からガソリンやゴムを合成するフィッシャーとロップシュポーを考案したので、 ナチスドイツは主要な油田から取引を停止された後も、戦争遂行能力を失わなかった。したがって、IG ファルベンの罪状は主に侵略戦争の準備行為だったが、強制労働及び略奪も含まれていた。第六軍事裁判の担当の裁判官たちは、聴取については、裁判が始まる前にすでに言っていた。カーティス・グローバーシェイク裁判長裁判官は、 全インディアナ最高裁判所の長官であり、ジェームズ・モリスは、ノース・ダ・コタ州における、同長官、ポール・ M ・ヘバートは、ルイジアナ州立大学の部局長である。また、インディアナ州の弁護士で、シェイク裁判官の友人であったクラレンス・エフ・メレルが、予備裁判官に、検事団の団長にテルフォード・テーラーが就任した。被告人は1947年5月3日に、起訴され、 後半は1947年8月27日から1948年7月30日まで続いた。被告人24名のうち13名は1罪以上で有罪となり、それぞれ1年、1年半、8年などの懲役刑となった。10名はすべての罪状で無罪となり、マックス・ブルケマンについては1947年9月9日、健康上の理由から、 訴追対象を外され裁判が中止になった。基礎上を読む被告人。仏通米英中の国旗が掲げられた司法具の玄関。他国に対する攻撃及び他国への侵略戦争の計画、準備、着手、遂行。略奪行為及び占領区域の治安を悪化させる行為による戦争犯罪及び人道に対する罪。また、オーストリア、チェコスロバキア、 ポーランド、ノルウェー、フランス、ロシアにおける、工場接収。占領国における、奴隷制及び国外退去の強制。極めて大規模な強制収容所における受刑者及び、市民への労働の強制。捕虜に対する同様の労働強制。また、奴隷化された人々に対する虐待。恐怖政治、拷問。殺人行為による、戦争犯罪及び人道に対する罪。 犯罪組織、ナチス親衛隊の会員となった行為。上述1、2、3項の犯罪の遂行のための共謀を主導した行為。すべての被告人が、第1、第2、第3、及び第5項の行為を起訴された。クリスチャン・シュナイダー、ハイン・リヒ・ビューテ・フィッシュ及びエーリヒ・フホン・デ・ヘイでは、これに加えて、第4項の罪も起訴された。訴追書面では、 予備的な証拠も開示され、IG ファルベンが第一次世界大戦後のドイツ、再軍備活動に当初から深く関与していたことも示されたが、裁判所は、結果的には侵略戦争の準備及び凶暴の罪については任用しなかった。第三項の強制労働についての判決は、必要性の弁明による利益を被告人らに与えてしまったとテイラーは批判している。 IG ファルベンはアウシュビッツ第3強制収容所でのみ収容所近くに工場を建設しておりこの場所では受刑者や奴隷労働者を刺激していたことが明らかだったため裁判所も同収容所に関する判断では IG ファルベンが強制労働を死亡したことを証明しうると考えたが裁判所が被告人による強制労働を認めたのはこの一件のみである ヘバート裁判官は反対意見として、下記の通り、被告人の必要性の弁明は適用できるものではなく、被告人は皆構想事実の第三項については有罪であると考える旨を述べた。記録によれば、ファルベンは各労働力の源泉を故意に組織し、またこれを率先して利用した。基本的人権の存在は被告人らを抑止しなかった。第三帝国における、 奴隷労働施設の行為による不説は、同社の企業理念に基づくものであって、その理念は、ファルベンの組織の全体に浸透していたものである。このことからすれば、その犯罪責任は、アウシュビッツにおける、直接の行為者のみに存在するものではなく、ファルベンのその他の取締役工場長にもあり、事情を知りながら、その企業理念の形成に参加したものすべてが含まれる。 ヘバート裁判官は、この意見を、裁判終了から5ヶ月後の1948年12月28日に提出している。イルグナートク・グラーは、判決の時すでに懲役刑の期間よりも長く、交流されていたため判決直後に放免された。礼、ありがとうございます。